フランソワ・コティ、フランソワ・コティは、フランスの香水商、実業家、富豪である。コルシカ島のアジャクシオで、父、ジャンバティスト・スポトゥルノと、母、マリー・アドルフィーヌ、フランソワ・アーズ・コティの子として生まれた。出生名は、ジョセフ・マリー・フランソワ・スポトゥルノ。彼は、イザベル・ボナパルトの末裔であった。幼くして、両親と死別し、ヒーばば、祖母に育てられた。 数年間の兵役を経て、後に同じく、コルシカ島生まれのエマニュエル・アレーヌと出会う。政治家を目指していたエマニュエルは、コティを自身の秘書として雇い、1900年にパリへと進出する。時期を同じくして、コテイは、アレキサンダラン男爵の娘、イボンヌル・バロンと結婚する。パリでエマニュエルの右腕として活躍する傍ら、友人の薬剤師を通じて、 香水の知識と兆候を学び、自らの母の旧姓に由来して、コティ社を創立。科学者のレーモン・コレギーの助力を得て、フランスでも香水のメッカとして名高かったグラース産の香水の製造・販売を始めるとともに、1904年には最初の香水となるローズジャックミノーを発売する。また香水を、これまでの側っのない瓶ではなく、アール・ヌーボーの宝飾化。 ルネラリックがデザインしたガラス瓶に詰めて売り出すなど、マーケターとしての先見性をも兼ね備えていたことで、コティシャの香水は、芝叩く間に人気を博し、コテイは、巨万の富を得ることになる。その後も1906年には、ジャスミン・ド・コルス、1909年には、ロリガンなどを発売し、ナリックのボトルデザインによる香水は人気を博していく。また1908年には、コティシャは、 シュレンヌに本社を構え、9000人の従業員を抱えるまでに成長していた。やがて第一次世界大戦にアメリカ軍兵士が多数フランスに上陸したことで、終戦後コティ社の香水はアメリカにまで市場を拡大することとなる。香水の成功で得た資金をもとに、1922年に保守系の新聞として有名だったフィガロを買収。第一次世界大戦後、 フランスを席巻していたナショナリズム、反共産主義、反ドイツ論調を全面に押し出した。これと前後して、コティは1926年に通貨を安定させるべく基金を設立し、時の首相だったレーモンポアンカレに働きかけて1億フランを無利息で貸し付けているが、コティの政治的主張は、時の内閣の他の大臣、議員だから疑問視され、 基金の中心人物に座ることはできずに、基金から追放される。また1928年には、労働者向けの大衆史として、人民の友を創刊。安価な高読料と、右翼的主張に加えて反ユダヤ主義、ファシズムを、戦場的に鼓舞し、世界大恐慌やスタビスキー事件で、第三共和制への失望が広まる中で、多くの部数を売り上げた。 さらにアクションフランセーズやクロアド、フー、フェソー等などフランスの主だった右翼団体に資金援助を行い、自らも1933年に上院議員選挙に打って出て当選を果たしている。その後自らフランス連帯団を組織、スタビスキー事件による共和制打倒を目指す動きに加わるなどした。1931年には故郷コルシカ島のアジャクシオ氏の市長に就任する。 コティは、さきのイボンヌと結婚し、ローランとクリスティアールの二人の子を設けた。しかし毎晩のように多数の愛人に囲まれて、生活しており、愛人たちの間にも子供がいた。コティの香水販売が成功し、拡大してゆく一方、イボンヌとの関係は、年々冷え切っていった。その一方でコティは1906年に、ブローニュの森の近くにある、ロンシャン城を買い取り、 自身の開発した香水、瓶、放送と広告を設計する研究所として投資を続けるなど、香水で得た売上金を湯水のように使った。両者は1929年に離婚。コティが3度にわたる分割払いにおいて、イボンヌに対し数百万フライもの医者料を支払うことで、離婚和解は規定したが、 コテイは1931年の最後の支払いを履行しなかったため、イボンヌは離婚裁判所へ訴えた。これが認められると、コティの財産を大部分を差し押さえるとともに、コティ社の経営権並びに、選出の西の新聞社の経営権の所有を認めた。1934年、コテイは肺炎を患い、ルーブシェンヌの自宅で死去する。なお、 彼が設立したコティ社は、さきの妻、イボンヌが、コティ家の人間がもう興味を示していないとの理由により、1963年にニューヨークに本社を置くファイザーへと売却された。その後コティ社の本社機能も、長年置かれていたシュレンヌからニューヨークに移っている。ありがとうございます。